すごい保湿されてんねん、いい感じで。ここはサラサラやけど、この中は保湿されてんねん。3プッシュぐらいね。顔がでかい人は3。じゃあ1にしようかな。いやいやいや。なんか僕昔からさ、いろんな動画で言ってきたんだけどさ、顔にさ、マスクつけるやんか。このマスクじゃなくて、美容のな、マスク。結構好きで、よくやんねん、肌のケアとかで。日本で売ってるそのフェイスマスクっていうのが、俺の顔の形にフィットするのがあんまりないのよ。で、俺もずっとそのこと嘆いてきてんのよな。まあでも肌があんなにさ、もうこの辺しかついてないの見たことないね。いや、そうやね。これがな、一般的な、こういうフェイスマスクっていうのかな、これこういう感じやんか。わたいがな、急になりました。これをつけるとわかる。てかさ、目浮いてるくない？ちょっと待って、目が浮いてるよ。ここが浮いてるの、うん、すごく。だからこれをね、浮かんようにピュッてするやん。で、そしたらまず目が苦しいやんか。ほんでここがな、もうすごい開く、うん、合わないね。そう、私にはね、合わないのよ。それでいろんなところでさ、そう、口言いまくってたんやんか。そしたら大企業様、花王様からこんなものが届きました。バイオミネシスバイオミメシスベールってやつ。あの、入れてない。なんでうちが知らんの？いや、もうそれはもう一旦私がしっかり使わせていただいて、ちゃんとあるちゃんに紹介したくて。これがもうこれのかっていう形で届いたんよ。何やと思うこれ？何これ？美顔器？美顔器に見えるやろ？まあだから、フェイスパックしなくても引き締めてくれる系？あー、ちょっと違います。でもこれパッと見何に見える？美顔器？まあ、美顔器にしか見えないけどね。正解。違うの。美顔器と言ったら美顔器やと思うんやけど、これ買わせようとしてるんじゃないよね、私。買わせようとはしてない。なんなら、うん、アレちゃんの分もあんねん。マジで？そう。でも、もうな、これ買ってもええぐらいめっちゃすごかったん。これ何かっていうと、これエストバイオミネシスディフューザーっていうのと、バイオミネシスベールエフェクターってやつ。これが美容液っていうので、肌につけるやんか。うん、ほんでこの後がすごいねんけど、うん、この中に化粧液をセットすんねんけど、塗った後でこれをバーってやると、こっから液をシャーみたいな、液じゃないねん、糸みたいな、糸、細かいこう繊維みたいな、ほんでそれがバーって重なって、自分の顔に沿ったような感じで膜が張られんねん。膜、要はさ、今までパックってこうやって上からかぶせるやんか、うん、そうじゃなくて、もうここに先に成分を塗って、その上からこの膜をかけて、ほんで普通のパックとかは、うん、もう10分とか15分しかできへんか、これは寝る前とかにやって、もう全然翌朝までずっとつけとくみたいな。ってことも何これ？めっちゃ長時間できる。これがパック。斬新な新しいもうパックみたいなもんよ。ちょっと待って、全然想像つかないんだけど。俺のな、顔にも、もう自分専用の内耳の皮膚みたいなのができるから。脱皮するってこと？そうそうそう。脱皮すんの？脱皮すんない、その後、翌朝とかになったらピャーって。やってみせるから、ちょっと見てほしいねん。これはもう繊維になってるから、まず通気性がめっちゃいいから、肌が呼吸できひんとかな、そういうのはまずないのと、湿潤環境をうまいこと整えてくれんねん。肌が、要は一番いいベストな潤いになるように保ってんねん。それがこれやね。花王さんってもともと生理用品とかの太くて丈夫な繊維だったりとか、その不織布とかの、その繊維をすごい研究している会社やって、逆にすっごい細い繊維とかそういうのもめっちゃ研究してたみたいで、それを美容に転換して使ってるみたい。これがすごい花王独自の技術なのよね。ってことは、なんか今までこう鼻がこう離れてたりしてたのが、自分の顔に合ったパックが作れちゃう。毎回作れちゃう。しかも一晩中しとっていいし、俺的にこれいいなと思ったのが、うん、俺朝起きたらおでこらへんベトベトなんですよ、油で。自分も一緒。なんか油がついてるところと、あの乾いてるところとバラバラやねん。そうやねん。それが俺これやると、余分な油もな、吸い取ってくれる。膜の中にこう余分な油も入っていくから、もう全部もちもちいいって感じになるの。メイクを落として、洗顔をして、いつもの肌のケア、化粧水であったりとか、そういうのをまず全部します。まず機械なんやけども、ここに電池をね、はめるとこがあって、電池をはめていただいて、開けたら、セットするものが入ってんのよな。ここに、この糸を出すための繊維の元になる化粧液っていうのがこうやってあるから、この化粧液をここにセットして、ビューッと使っていくという形になります。まずシールを剥がして、
って、これをカチャッとしたらこれが出てきます。ほんでこれをな、なんかな、俺最初な、このまま入れてもて、ちょっとうまくいかんかったんねんけど、これそれをする前に、最初だけ、ここをこうカチャッと押し込んで、貫通させる作業が必要やったん。こう、こう、カチャッ。今こうポキッと音がしてる、うん、でこれで貫通したからここにあとは入れるだけで結構簡単だね。その上から今度はこれを蓋をかぶせてあげると。で最初なこれ使う前に0と水滴マークと1と2っていうのがあるんだけど、0っていうのはこれ電源オフの状態、水滴マークっていうのが一番最初に水滴をここに出して通液をさせる必要があるのよ。うん、だからこの0の1個下の水滴マークを押してからちょっとブーって待ってもらうと、ほらほらちょっとこう水滴みたいなんがな出てきてんのよ。出てきた。でこれでセットは一旦完了。で実際使う時にはこれを2にする。2にするとビーって押したら吹きかけることができます。これ1はなちょっとまた違うモードで、目とかの周りにやっぱするのが難しいから、そういう時に、そうそう、1でここにつけて、ほんでこうピュッピュッピュッってするとつけれるようになるから、そういう時に使うのがこのモード1。簡単やん、意外と。とりあえずやってみましょうか。これが一番繊維に馴染みやすい美容液で、結構ね、成分もいいものが入ってるから。なんか他のやつじゃあかんの？他のやつじゃあかんことはないけど、やっぱこれが一番馴染みやすい感じ。俺もなんか他のナークリームでやってみたりとかしてみてんけど、なんかやっぱしっくりこんというか、ま、巻くにはなんねんけど、終わった後の感じが違ったりとかするから、やっぱこれいいと思うよ。3プッシュぐらいな。顔がでかい人は3。じゃあ1にしようかな。いやいやいや、お前は4やん。どう？なんか、ついてる。あ、いい感じ、馴染んできた。うん。てかさ、もう、こんなやってるってさ、本当にジジイとババアよ、マジで。え、逆にさ、自分のことジジイとババアだと思ってなかったってこと？あんたもう30過ぎてんだよ。そりゃさ、心の中は若いのよ、もう。18と変わんないのよ、気分は。みんなそうよ、絶対。いやいや。もう俺は自分のことジジイと自覚して生きてる。ジジイなのかババアなのかもわからない。ほんで、ね、てドラえもんか。まあでもほんまそのくらい最新って感じするよな。近未来の技術って感じ。でも本当によ。まずは通液。します。液体にして。液体にして。はい。はい、ここで注意点。通液したものがここについたからといって、うん、舐めてはいけません。舐めねえよ。2にして、まずこれをね。2にします。ピッ。はい。うん、あ、ちょっと遠いな。握り拳、一応8センチぐらい。離さんとあかん。いくよ。あー、冷たい。のちょっと早いな、ちょっと何してんねん、ちょっとジグザグ状にゆっくり30秒ぐらい、片方向で30秒ぐらい、結構時間しゃあ、ダメ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 、ゆっくりゆっくり。鏡よ鏡、世界で一番若いのは誰？まあ、不明ではない。世界で一番若いのはたった今、声を上げた人。目が目に入るから、こういう時のためにね、こういうものがあります。何それ？目をガードするやつ。これつけてさ、外出した時にな、うん、マスクするやん。いつもマスクめっちゃ擦れて自分肌荒れんねんけど。え、自分も結構めっちゃ荒れるね。そう、ここにもう一つ膜があることによって、擦れをな、なんか抑えてくれんねん。それもあってか、マスク荒れっていうのだいぶ良くなった気がする。で、問題の鼻よ。めっちゃ綺麗に白くなっていってる。ちょっと注意点があってな。こうやって舞うともう鼻塞がって舞うから。いやできんねんけど、そこだけ注意点。こうなってても、これ後でこうピュッピュッって押さえると、なんかうまいことフィットしてくれんねん。俺の鼻にすっごい。フィットだね。フィットすんのよ、これ。ついてんのかついてないのかわかんないレベルやん。そうそうそう。馴染むやん。うん。で、その後ここら辺とか触ったらさ、めっちゃ気持ちよくない？なんか、サラサラーみたいな。あれじゃ下手くそちゃうなんか、なんか口元変になってんねん、あんた。そうやって、細かいところ無理な時に、これ使うねん。これを1にして、これに作ってあげて、そしたらこの、こういう風に膜に乗るから。で、それを、こうやってあげると、ひっついた！そう。もう目のこの際の際までひっつくんだよね、これ。で、触ってみて。滑るやろ。
全然ベタつく感じもないやん。ない。でもこの中にはすごい保湿されてんねん、いい感じで。ここはサラサラやけど、この中は保湿されてんねん。寝る前に剥がすとかっていう必要ないから、このまま寝ちゃったりとか。つけてそのまま。そう。で、翌朝バーって外すだけでいいから、すごい簡単やしな。これはもうなんかやっぱすごいもう新しい技術というか、顔独自の技術やからさ、今こう医療とかにもね、応用されるかという感じになってるらしいよ。では、一番気持ちのいい作業。これ翌朝やと思ったよ。あ、すぐじゃないってことだね。もう8時間ぐらい経ったってことね。そう。あ、すげえ。すげえ。うおー。めっちゃ取れてる。あ、すごい。こんなに取れるんや。これめっちゃ気持ちいいね。ほんでな、余分な、ね、おでこの皮脂とか、そういうのもこれにひっついて、剥がれていくと。あー、すごい。どう？肌の感じ。もうキッとしてる。うわ、なんかさ、痛そうに見えるね。見た感じだ。あー、すごい。あ、すごい、これ。これ、怖い。すげえ。ホラーやな。あー。めっちゃ気持ちいいわ。ヒゲが生えてるとちょっとできひんから。ヒゲは避けた方がいい。うん、俺、これやるまで、ニキビじゃないけど、うん、あれあれやったところあんねんけど、うん、これやってるとだいぶ良くなってんねんな。そう、マスク荒れとかしてて、力なくなって今すっごいめっちゃ調子いいな、肌。どれぐらい持つの？これで、もうしっかり使って、45日分。これが90日分。3ヶ月ぐらい持つね。ほんでこれが1ヶ月ちょっと持つっていう、この中に入ってる液体ね、うん、これ2個とこれ1個っていう感じ。これいいね。ほんで最近3月にこれを全部できるやつがスターターキットっていうのが発売されたみたいな。効き目めっちゃありそう。いや、すごいねって。だからこの繊維さ、結構丈夫じゃない？あんな薄いのに。まあまあ、こうペラーってやるけど、そんなにちぎれない。全然そんなに簡単にちぎれなくて、こんな繊維薄いのを家庭で今作れるっていうこと自体がちょっと私は感動なのよ。衝撃。そう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 。だから、味わってみてほしい。家に1台あったら、カップル2人で使うとかね。ヒゲ剃りとかそういうのってさ、カミソリとかは肌にひっついたりするよくないけど、肌にひっつかへんからさ、実際に。共有して使えるっていうのも一つ利点よ、これは。ということでね、今回は大企業の花王さんからね、これ提供してもらって、で、実際にちょっと私かなり気に入ったので、今回ご紹介させていただいたけども、リンクの方をね、概要欄の方に買えますよ、というそのスターターキットのリンクだったりとか、そういうものを概要欄に載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてみてください。ほんで、あれちゃんこれから1ヶ月使ったりするからな、インスタとかでさ、どうか言ってよ。あー、でもやってみる。1ヶ月使ってみたりした結果とかな。ちょっとさ、なんかストーリー載せてみたいな。そう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 。だから、アレちゃんのストーリーとかチェックしてみていただいたりとか、私もね、ちょっとこれからもますますやっていくから。はい、じゃあ今日は、ありがとうございました。またぜひチェックしてみてください。